薄井達之は、江戸時代末期の志士、明治時代の藩士。通称は徳太郎。字は飛べ二字、号は少連。品の国井田城下の醤油醸造業者の家に生まれる。18歳で、江戸へ出て、昌平坂学問所の学木となり、弁学に勤しむ。上落して、大三木三郎に支持し、尊老上一層を吹き込まれる。江戸に戻り、野田笛浦や佐久間昌山に学ぶ。 安政の大国で死の来未起三郎は捕獲されるが、救出を試みて失敗し、薄いも日本橋小伝馬町で入浪した。その後、脱獄して、水戸へ逃れ、武田幸運斎のもとに身を寄せる。源氏元年天狗党の乱に参加。しかし途中で脱退し、越前まで同行しなかったため、処刑は免れた。大政奉還後は新政府の軍艦として、王を歴戦した。 明治維新後は、岩倉智美の地具を得て、開拓漢字、山形県三次、東京裁判所判事、名古屋裁判所長、秋田裁判所長などを務めた。開拓漢字時代に、札幌の公設遊郭の建設に関わった。これが、ススキノ遊郭であり、ススキノの,の地名は、薄いの名に由来して、岩村道都市に名付けられたというのが通説となっている。 宇井達之と貞子の墓大正5年死去、去年88。墓所は、青山霊園にあり、妻の貞子と共に眠っている。天保を3年とする説もある。一般社団法人すすきの観光協会、官報第907号、除任及び、事例1886年7月10日、官報第1935号、除任及び、 事例1889年12月9日、ありがとうございます。